女優の桜井ひな子27がこのほど自身の X 旧ツイッターを更新9月6日に発売予定の写真集「時色と黄色」東京ニュース通信社が発売を前に重版が決まったことを報告した桜井は水着姿で夕日をバックに撮影した写真を添えて10周年記念写真集「時色」発売前に重版が決定しましたと予約が順調であることを報告 続けて、昔から応援してくださっている方の中には、水着は見たくなかったと思っている方もいて、露出をすることに対してネガティブな声も届いていましたと大胆ショットで話題となった今回の写真集に対する批判があったことも告白した。その上で、私としては、まだやったことのないものに挑戦するという、前向きな気持ちで撮影に挑みましたし、新たな一面を知ってもらって、もっと応援したいと思ってもらえるような写真集にするために、 みんなで心を込めて作りましたと制作にかけた思いをとろ、そして予約してくださった皆さん、本当にありがとうございます発売をもう少しだけお待ちくださいまし。と感謝を述べた。